そうか、目も若者か。若者です。いやまあまあ自称というか、自称ね、自称ね、うん、この枠だけおじさん枠っていう名前が謎謎謎謎なの。そう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 、なんて書けばいいか分かんなくておじさん枠にしちゃったんですけどねえ、まあでも一番適切かもしれん、うん、出ますよね、そうです、うん、でもおじさん枠で言うと、はい、僕とコハロンさんとポンピーさんもほぼ同い年ですし、そっか、義足さんとメスさんも入られてるので、確かに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 、はいはいはい、カズさんとかもね、言うと、そうですそうですそうです、おじくらおじくらね、おじくらね、いや家族らね、うん、福井のおじさんね、福井のおじさん、カズさん、福井のおじさん、福井のおじさん、福井のおじさんは、ね、めっちゃいるんですよ、何万人もいるの、何十万人もいるね、広すぎる広すぎる、福井のおじさんおもろい、福井のおじさんは広い我々が一番上なんですよね、ジャジャさん、そうですね、我々が、この辺はそこの人も含めね、変わんない変わんない、俺たちは変わんない、40代40代40代、はい、はい、え、マグさん40、まだ30代、40ですよ、もうなりました、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 あ、そっか、そう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 、はい、うわ、あ、じゃあ3人ですか、40、もうこれ40代以上トリオ、はいはい、おお、40トリオ、チーム40代できます、僕ら、はい、チーム40代そうですね、マイクラ界隈でも珍しいですかね、はい、珍しい珍しい、確かに確かに確かに、辰浪先生とかね、辰浪先生ぐらいですよ ね、うん、すよね、やっぱね、うん、本当に、はい、YouTuber 全体でも絞られてきますからね、我々の年齢、そうなんです、そうなんです、いや盛り上げていきたいですね、あ、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ちょっといろいろ皆さんから案いただいておりまして、うん、はい、スライムチャンクを見つけに行って特定するっていう、めちゃくちゃいいスライムチャンクチャレンジ、必要これいいんじゃないですか、はいはい、全員で使っていいってことでしょ、使っていい、うんうんうん、そうです、多分もう確かに今後必要じゃないですか、スライムチャンク、うん、必要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 、オッケーです、オッケーです、まあ、早く見つけたらね、あっ、よっしゃ、トラップ、よっしゃ、今ネタ安心したよ、っしゃよっしゃじゃなくて誰もねえギリギリで出るな出るなベッドからオッケー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 、ネタフリ、あ、やどっかでスライム出た、僕ね見つけたことあるんですけど、え、そうなんですよ、ボンさんが目撃したことあるんですよ、俺も音だけ聞いたんだけどな、音、なるほどなるほど、この眉毛、あ、眉毛はごめんなさい、眉毛はちょっと眉毛取っていい、いい眉毛ありますね、眉毛は僕のチャームポイントなんでこれ一番いい眉毛ありますね、眉毛が一番いいんじゃない、僕のそう、これ一番いいんだけどな、僕のアイデンティティなんでアイデンティティスケルティン、スケルティン、おお、クリーパー、ドッグバックついてるし、ねえ、ドッグバック、クリーパーの爆発仕掛けの、ごめんなさい、ごめんなさい、爆発仕掛けのクリーパーを投げてきましたよ、ほら、ほら、それ、あ、いねえよ、クリーパーだ、あ、クリーパー、緑がだからね、ここら辺ですか、ポイント、あ、じゃあちょっとウロウロしてたら、え、めっちゃかっこいい、ここ、ボンさん、本当ですか、本当です、本当です、疑われてます、もう疑われてる、もう疑ってる、本当にいいになってる、なんか、ま、チヤホヤされたいからなんか言ったんじゃない、本当、本当に本当に本当に、それ前本当もう本当俺知ってるよみたいななんか言ってトトロ見たもん、トトロ見たメイちゃん、メイちゃん見たもん、見たもん、いや見てねえんじゃねえ、なんだろう本当に見たもん本当に本当かよ、トトロ見たもんってボン本当に見たもんボンボンボン見たもんメイちゃん、メイちゃんねボンちゃんね、あってそう、あってそう、ほらもうボンちゃん、メイちゃんの言い方、本当メイちゃんの言い方、ボンちゃん本当なのよ、メイちゃんの言い方やめてカンタのバーチャン、メイちゃんの言い方やめてボンちゃん、ボンちゃん、ボンのバカ、いやバカはバカ、メイのバカさつきちゃんだよそれ、さつきちゃん、あ、ごめんなさい、ボンさんトトロ見てないんで、マジかよ嘘だろお前何言ってんの、何言ってんのかなじゃねえよ知ってて
すげえ、この前コメント、コメントすげえ盛り上がってるの分かるでしょ、これで伝わってるの。俺今ジブリハラスメントじゃないの、これ。ねえ、ジブハラ。ジャジャさんのジブハラが発動してんじゃないの。ジブハラやめてください。どういうことよ、それ。ジブハラだ、ジブハラ。どんどんね、見なくても、まあ、出て内容は入ってきてるんで。コメント見ながら、伝わってるでしょ、コメントで。そういうもんじゃないでしょ。大体分かると。子供が、子供が猫に乗って冒険するやつですよね。まあ、そうだな。いや内容把握のものじゃないから。ちょっと私この瞬間トイレ行かせていただきます。はい、いいどの瞬間、はい、どの瞬間、うん、あ、いや、ちょっとスライム待ちの。あ、なるほどね。ちょっとその時の行動をちょっと考えてください。もうちょっと行動は前後、ね、奥の、はい、そう同じ行動しましょう。もう奥のからですね、はい、降りて、その奥、右奥のね、右奥に、右奥でまずこう冒険してたわけですよ。冒険しました、はいはいはい、しました。冒険して、はいはい、みんなで行きましょう。冒険しました、はいはい、もう敵だらけだったんですよ。うわーって、このすり抜け、奥行きます、奥行きます、うん、おー、いろいろあるなと、おー、まだ広がってるなと、おー、確かにありました。あ、左、廃校まであるわ、危ねえな、危ねえ、ここはする、ここはする、する、危ねえ、ま、今じゃねえと。あ、なるほど、行くのは今じゃない、今じゃねえと。で、奥行ったら、あ、ハンモだ、ハンモだ、グローベリーとか取っておこうみたいな感じで、ハンモや。で、ここで、ほら、グローベリー取った後、グレーベリー取った後、ほら、これ取って、取った。あ、ほんと、登ってる。で、奥ね、このグローベリー奥行こうとした。嘘は言ってないぞ。敵がめちゃくちゃいる。ああ、グローベリーとゾンビ。禁止になる。禁止になる。やべ、逃げろと。逃げる。飯食いながら逃げる。本当だ。逃げる。はい。もう完全こんな感じ。ここ全然湧き潰せてないです。やべえっつって。まあ、この、まあ、戦いながら。やばかった。一旦帰ろう。まあ、今もうグローベル持ったし、手も手もパンパンだし。ああ。廃校はちょっとスルー。知るかも、知るかもだろうな、いいなって言いながら、そう、はいはい、欲しいな、まあ、いずれまだだなっつって、まだだなっつって、ここで帰ろうって言ったら、ただ、うん、ここで右に、ここに、ピチャン、右の方に、この辺に、お、この辺にね、ピチャンと、あ、スライムボールだけは欲しいと、はいはい、一応取っとくかで、こうやって倒したんです、ここで。へぇ、いねえじゃねえかよ。あん時はいたのよ。いねえじゃねえかよ。あん時はいたのよ。テアさん怒ってんな。おかしいじゃねえか。あれ、カズさんがおじさん枠に呼ばれなかった。カズさんごめんなさい。スケジュールにカズさんが18時までですって書いてたんで呼ばなかった。そうなのよ。みんな分かってる、それは。もう寝るんですよ、カズさん。おやすみなさい。あ、おやすみなさい。さんも、あ、本当だ、9時か、9時か、すやすや、オリエディ、どうしたスライムか、湧いてる、ほら、見たことあるみたいな。ない。実際のトトロ見たことねえだろ。ないわ。知らん。そういえば。あ、でもさっきと同じ廃校に行ったら湧く説。はい。で考えると、はい、廃校よりというか、なんていうんですかね。まあ、確かにね。1だけかもしれないぐらいですけど。うん。帰宅部にあれでしょ、スライムチャンクプレゼントするんでしょ。スライムチャンクプレゼント。ほっといてねっつって。
むちゃくちゃだな。これ掘り終わったら上がっていいよっつって。そう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 。40から下ねっつって。いるかな。なんかカブトムシの。ねえ、本当だね、本当だよね。罠仕掛けた後。罠仕掛けた。ワクワク。いるかな。あれ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 。わかんない。あれ。あれ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 。あれれれれ。あれ。あれれのれ。あれ。なぜだ。あれれのれ。もう一回行きましょう。もう一回行きましょう。あ、何回もやっぱやんないとね。はいはいはい。行きましょう行きましょう。あれれのれ。こんぐらい離れりゃなんか湧きそうだけど。なぜか早く行くと湧くっていうね。ああ、ジンクスをジンクス。完全にそれオカルトよね。オカルト。多分さっき死んでなかったから悪いのかもしれないね。ああ、すぐ下行きましょう。すぐ下。またオカルトだけどね。死ねなきゃ。オッケーオッケーオッケー。あ、すぐ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 。はいはいはい、どうぞどうぞ。すぐ行っちゃいます。はいはいはい。苦手なんですね。一番こうナイス適正距離。危ないよ。今のがいるんだ。あと帰宅部にささいなプレゼント。そう、ささいなプレゼント。ささやかな。ささやかな。チャンク部に、チャンク部にね。チャンク部にね。ささやかなプレゼント。スライムチャンク部。はいはい。スライムチャンク部に。一応スライムボール9個ありますけどね。いいじゃないですか。何を渡しますか。スライムボール。ささやかだな。あ、じゃあ名札とかね。名札ね。名札あるんだったら最高。俺も名札めっちゃいいですよね。名札渡せますよ、2個。僕も3個渡せます。3個渡せます、僕も。つの笛しかないっすね。つの笛さっきもらった。いやいやいや、もらった場所ね。すごいすごい。つの笛かな、じゃあ。もらった人の前で。本人いるからね、今前で。お前さっき渡したやつや。渡した人もいいんだよ、今度。確かに戻ってきたみたいな、年貢。本当に、本人もいるから。俺が渡したやつなんだけど、おいたいの。そうそうそう。キリのいいところでプレゼントに準備いきますか、ちょっと。はい。キヨキヨさんがかなり時間に厳しいの。あ、確かに確かに、そうだそうだ、遅れちゃうと。そうですそうですそうです。企画部やること決まってなかったら掘ってくんないかな、マジで。聞いてみますか。ねえ。今から何やるの？何やるの？何やるの？はいはいはい。一応聞いてみます。はいはい、振りで。はい。でもボンさんここガラスに行くかします。ああなるほどね。周りよ。嘘だろ。周りかっけえ。いやわかんない。ありだね。だからここのかこの、うん、ドームめっちゃかっこいいですもんね。ドームかっこいいんですよ。それここかっこいいっすよ、ね、確かに。ドームマジでかっこいい。あ、ここにあったらめっちゃかっこいいわ。ここにあったら超かっこいいっすよ。ガラスがもう一回ちょっと沸かしたいそれ。頑張ってください。あ、じゃあ上上がる、はい、上がります。上がると、いや、ちょっと待って、瀕死になります？どうします？あ、瀕死になる、瀕死。あっちの、あっち行きましょう、じゃあ。いや、いい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 。廃校、廃校。廃校、瀕死。ならなくていい。廃校、瀕死ね。命と引き換えに、スライムが出てくる。ここでちょっとやられて。一応、一応叩いてます。一応叩いて、一応叩いて、一応叩きますわ。オッケーです、オッケーです。ほら。うお！何の？何の儀式なのかと。これやんないとやっぱり。これやんないとね。閉まらんね。やんないとね。閉まらん閉まらん。そう。いる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 。そう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 そいやー、ボンさんありがとうございます。ありがとうございます。よかった、会っててよかった。なんか、めっちゃ疑われたんだけど。うん、すげえ疑われてた。ねえ。いやいや。その辺、ちょっとどうなってんのかなっていう、なんか。うん、謝罪とかないのかな。ないのかな。うん。悪い。悪いって分かった。
謝りたくなさそう。悪い悪いと思ったんだけど。もう終わり終わり。もう終わり。もう終わり。なんか地図情報とか、そうなんですよね、レアバイオーム情報ここに書き込める掲示板欲しいですね。確かに。こっち方向ですとか。はいはいはい。ちょっと建築部第1弾、うん、ここに、お、そうしますか、真ん中、うん、了解了解、欲しいっすよね、欲しいっすね、掲示板と地図と、そ、地図情報を追加する、掲示板と地図ぐらいでいいっすもんね、なんか別に共用倉庫とかは別に、倉庫はついでぐらいでいいよね、倉庫なんか、うん、はい、ついでぐらいがいいですね、階段部ちょっと初期位置から全員の階段部、拠点に行く階段欲しいな。階段部。じゃあ違うんですよ。建築部で道つなげようかなと思ったんですけど。はい、あ、階段部いない。階段部一人いますよね。階段部一人いますよね。階段部。あ、確かに階段おじさんなら知ってるんですけど。はい、階段おじさん。一応部活なんですね。期待の新人がいるんですよ。期待の新人。期待新人とか階段部に。はい。嘘。キヨキヨさんです。おわ確かに。俺は期待だな。昔かなり。階段部。いい新入生入ってきたんですよ。そりゃいいな。階段部。確かに、めっちゃいい階段作ってたな。作ってた。あれはね、覚醒しますよね。あれ、覚醒してるよ。2段階にこう。ね。そうそうそう。あれがまたちょっとアトラクションでいいっすよね。緩急があっていいっすよね、あの階段ね。こっちにしましょうか、ごめんなさい。移動します。移動いたします。階段部、マジで作ってくださいよ。階段普通階段部って言うとな、怖い話するんだけどね。そっちなんですけどね。怖いな、怖いなになっちゃう。じゃあ、マイクラとやっぱ変わりますよね、やっぱりね。違います。横のガードレールとかつけれないで。ので、あ、そうなの、本当に階段だけなの、階段しか基本は階段だけっすよね、受けたまわらないという、うん、装飾はできないんで、あ、看板立つとこ、階段部ちゃん。はい、お疲れ様です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 、期待のホープ、あれ、本当に遅れるか、うん、はい、持ち切りです、持ち切りです、持ち切り持ち切り、入部おめでとうございます、階段部作るみたいな、階段部作るというか、もう入ってますよ、キョキョさん、あんないい階段作っちゃうから、スカウト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 、代表、ちょっと代表は誰だと思う、代表の前に失礼ですよ、代表の前に失礼だと、ほら代表挨拶して、挨拶して、代表がいる、上下厳しいな、階段だけね、上下厳しいです、そういうことか、そうかそうか、階段のエクスペリエンス向上したんじゃないか、そうだぞ、お前俺が何段上にいると思ってるんだ、そうだぞ、マグニーさんからお願いいたします、ね、皆さん新しいサバイバルワールドいろいろご不便あると思うので、そんな皆様にですね、ささやかなですね、はい、ものをここに入れさせていただいておりますので、ご覧いただければと思います。ますか、どうぞどうぞ。はい、超貴重な。ほら、見てくださいよ。なるだリード。ほら、帰宅部この後予定あるんですか。何やろうっていう。あ、確かに、そうだ、ここからちょっとコメントの皆さんとちょっと、あー、あー、ホントのみんなと、お任せでよくない、もしかしたらなっちゃうんじゃない、コメントに任せとけば、どうなんだろう、なんすか、なんでもないですね、なんでもないです、あれ、これ、こっち、こっち、何これ、なんだろう、なんすか、なんすか、え、なんすか、これなんだろう、まあまあ、スライムチャンクです、まあまあ、気にしててください、これは、はい、あれ50のマイナス90、マイナス90、まあ、このままだと本当になんかやれっていう感じになっちゃう、一応言っとくと、あのスライムチャンクを僕たち発見しまして、特定までできたんですよ、そう、特定もしてるんですよ、完全に、すごい、なんすけど、それをこうくり抜くっていう作業を、まあ、今後しないといけないねって話をしてて、今後みんな助かるかな、まあ、ただ正直別に、はい、僕たちもやる気満々なんで、別にやってほしいとかではないです、これはリアル、なんかね、やることなかったらどうかなぐらいの、
やることなかったら乗っちゃうぐらいの温度感です。本当にそんな感じで、はい、いやでも本当にあの皆様が思ってるに帰宅部何も考えてなかったっていう。おはい、頑張ってください。頑張ってください。最終おめでとうございます。頑張って。トスボザレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。